共同通信の杉山です。話題変わりまして、はい、一部週刊誌で総理の後援会関係者などをめぐり旧統一教会との関係を指摘する報道がありますが、把握されている事実関係のご説明をお願いします。また本件以外に総理ご自身の旧統一教会との関係の有無についても教えてください。悪質商法などをめぐる被害者救済に向けた対策や自民党としての対応で新たに検討しているものがあれば合わせて教えてください。はい、3点ほどご質問いただいたと思いますが、まず1点目の週刊誌の報道についてですが、まずこれまでも申し上げている通り、私自身はこの知り得る限り旧統一教会との関係はありません。一部週刊誌で私の支援者や広島県の一部国会議員、地方議員が旧統一教会と関係がある団体の役職にあった等の記事がこの掲載されましたが、いずれの方も旧統一教会と少しでも関係がある団体に関連しているとの意識がなかったと聞いております。何点か週刊誌の中でご指摘をいただいていますが、まず第一に、私の、熊本後援会の会長である、中山氏については、ご指摘の会議についても、旧統一教会に関連しているという、認識がなかった、さらに同会議はすでにやめられたと聞いております。第二に、全国、教育問題協議会への寄稿についてご指摘がありますが、同協議会の、理事長であります、中尾氏が私の地元の支援者であるというつながりで、対応したものであります。中尾理事長は同協議会は旧統一教会の関連団体ではないと言明をしておられます。第三に、広島県関係の議員についての、ついても、記事中に、記載されておりますが、私自身は、彼らの活動を逐一、知る立場にはありませんし、記事の内容は全く知らないことでありました。改めて、今回の記事を受けて、確認を、したところ、議員らは協議会やイベントが統一教会に関連したものであるとの認識などなく、参加したものであり、今後は旧統一教会との関係について誤解を受けることがないよう、点検を徹底して関係を断つということでありました。そして質問の2つ目で